モンティホール問題とは、確率論の問題で、ベイズの定理における自己確率、あるいは主観確率の例題の一つとなっている。モンティホール、本名、モンテ・ハルプリンが司会者を務めるアメリカのゲームショー番組の中で行われたゲームに関する論争に由来する。一種の心理トリックになっており、確率論から導かれる結果を説明されても、なお納得しないものが少なくないことから、ジレンマあるいはパラドックスとも称される。直感で正しいと思える回答と、論理的に正しい回答が異なる問題の適例とされる。なお、モンティホール問題と実質的に同型である三囚人問題については、かつて日本で精力的に研究された。プレイヤーの前に閉まった3つのドアがあって、1つのドアの後ろには、景品の新車が、2つのドアの後ろには、外れを意味するヤギがいる。プレイヤーは、新車のドアを当てると新車がもらえる。プレイヤーが1つのドアを選択した後、司会のモンティが、残りのドアのうち、ヤギがいるドアを開けて、ヤギを見せる。ここでプレイヤーは、最初に選んだドアを、残っている。開けられていないドアに変更しても良いと言われる。プレイヤーはドアを変更すべきだろうか。1990年9月9日、発行、ニュース雑誌パレードにて、マリリン・ボス・サバントが連載するコラム、マリリンにお任せにおいて、上記の読者投稿による質問に、正解は、ドアを変更するでる。なぜなら、ドアを変更した場合には景品を当てる確率が2倍になるからだと回答した。すると、直後から読者からの彼女の回答は間違っているとの約1万通の投書が殺到し、本問題は大議論に発展した。投書には1000人近い博士号保持者からのものも含まれていた。その大部分はドアを変えても確率は5分、2分の1であり、3分の2にはならないとするものであった。サバントは、投書への反論を試み、同年12月2日、数通の反論の手紙を紹介した。サバントは、より簡易にした表を掲載、ドアを変えれば勝てるのは3回のうち2回、負けるのは3回のうち1回だけ、しかしドアを変えなければ勝てるのは3回のうち1回だけ、と述べる。この問題に関する1991年2月17日付、3回目の記事の段階でサバントに対する反論は9割程度を占める。現実が直感と反するとき、人々は動揺するとサバントはコラムで反論の声に応じ、下記の説明を試みる。サバントの再解説でも大論争へと発展、彼女こそ間違っているという感情的なジェンダー問題にまで飛び火した。プロ数学者、ポール・エルデシュの弟子だったアンドリュー・バージョニが、モンティホールジレンマを、モンテカルロ法を使って、自前のパーソナルコンピュータで数百回のシミュレーションを、行と、結果は、サバントの答えと一致。エルデシュは、ありえないと主張していたが、バージョニが、コンピュータで弾き出した答えを見せられサバントが、正しかったと認める。しかし、これは、ゲームの暗黙のルール、口実のゲームのルールを参照について誤解があったと思われている。あと、カール・セーガンら著名人らが、モンティホール問題を解説、サバントの答えに反論を行っていた人々は、誤りを認める。サバントは、最も高い知能指数を有する者が、子供でもわかる些細な間違いを新聞で晒した等の、数多くの非難に対して3回のコラムをこの問題に、当て、激しい反論の攻撃に対して、持論を擁護して証明した。それによると、ドアの数を100万に増やした例まで挙げて説明しても、正しく理解してもらえなかったとのことである。なお、サバントの本の183ページ以降に、ミズーリ大学のドナルド・グランバーグ教授が本を記載している。それによると、モンティホールジレンマに関しては、コラムでの議論の後に、アメリカンスタティスティシャン、アメリカンマスマティカルマンスリー、マスマティカルサイエンティスト、マスマティクスティーチャー、ニューヨークタイムズ等の媒体で細部まで議論され、その結果、サバントの回答は基本的に正しいとされたとのことである。このうち、3と4の条件が重要である、ベースの定理でいう自己確率が有効になる。もし、3が決められていなければ、例えば開けるかどうかモンティが決められるなら、このゲームは、プレイヤーとモンティの心理戦であり、確率の問題ではない。また、4の条件次第では、答えが逆になったり、答えを定めることができなくなる。つまり、モンティが景品を出してしまう可能性があるなら、問題の大前提が変わってしまう。大騒ぎとなった原因の一つは、ルールに対する数学的な説明がなく、解釈の余地があったことで、数学的に正しいルールが決まるまで決着がつかなかった。自己確率の例題としては、ルールはもちろん守られており、司会者モンティとプレイヤーの参加者はルールを事前に把握して、その他のものは番組の視聴者であるという大前提があるが、この前提がプロ数学者らの盲点をつくことになる。エルデショはこの問題の回答を最初に間違いだと断定、立腹して外出する。1時間ほど経過してから帰ってくるはずの時間ではないエルデシュがカンに怒って帰ってきて、この問題とかよ、エルデシュに教えた弟子を、君はなぜ選択を変更するのか言ってくれなかった。どうして言わなかったのか、と苛立った様子で問い詰める。これには弟子も説明ができずしに謝罪。エルデシュは、ますます不機嫌になったという。この問題をめぐる人々の反応は、冒頭のエピソードにあるように、どちらを選んでも変わらないとする意見が多かった。ドアが2つになった時点で、プレイヤーが改めてコイントスによって決め直したと仮定すると、景品を得る確率は1、2となる。ところが、2枚のドアの価値は、ルール1から4で確率の高い、価値のある選択をすることが可能となっている。つまり、どちらを選んでも変わらないは誤りである。以下のように考えると直感でも理解しやすい。ポイント。罠。最初に、外れのドアを選ぶことができれば、上記手順で確実に当たりのドアを開けることができる。最初に、外れのドアを選ぶことができる確率は2、3であるので、この手順に従えば、つまりドアを変更すれば2、3の確率で、当たりのドアを開けることができる。この1の、当たりのドアを選ぶか、外れのドアを選ぶかは気持ちの問題であり、確率的な影響は全くないことに注意を要する。3でドアを変更することへの抵抗感をなくす効果しか持っていない。よって2において、モンティがもう一つの外れのドアがどれかを教えてくれるのではなく、モンティも当てようとする。モンティが当てたら、プレイヤーは自動的に外れる場合には、1、3の確率で2でモンティが当ててしまうので、3にたどり着くのはモンティが2、3の確率で外した場合に限る。この場合3にたどり着いた時点で残る確率は変更すると当たる確率1、3、2、3だった確率のうち1、3をモンティが使って、そして外してしまったと変更すると外れる確率1、3とになり、ドアを変更してもしなくても確率は等しいという時価通りの確率になる。つまり、2でモンティが2、3の確率のうち1、3を使って、外れのドアを開けてしまうのではなく、確実に確率を減らさずに、外れのドアを開けることが直感通りにならない要因である。これを変形させた考え方もできる。最初に、プレイヤーが選んだ1枚のドアと、正解を知っているモンティが開こうとしなかった。残り99枚のうちで、ただ1枚のドアの確率が相違していることは、直感で理解が可能であろう。あるいは、こう考えることもできる。プレイヤーが最初に選択することにより、ひとまとめの対象から、番組側から見てランダムに外されたドアと、残りすべてのドアでは、価値が等しくないことは明らかである。また、確率論の元になっている、統計の考え方を呼び起こすことで、理解を助けられた実験がある。この問題はパラドックスであると言われることがある。最初からドアが一つ開いた状態で、二つのドアから一つを選ぶという問題であったなら、確率は1、2である。それに対して、このゲームによって、ドアが一つ開いた状態になった場合には、確率は1、3と2、3になる。このように確率が異なることがパラドックスと言われる理由である。しかし、これは確率の計算に矛盾があるわけではないので、疑似パラドックスである。ドアが2択になった経緯を知っているか知らないかの情報の差がドアの評価に影響しているだけである。単純話、最初にプレイヤーがドアを選択する時点での確率と考えると理解しやすい。なお、一つドアが初めから開いた状態イコール単なる二択問題であり、モンティホール問題は成立し得ない。開けるドアを変更すると、プレイヤーが景品を獲得する確率が2倍になる。根拠は以下のようになる。プレイヤーが初めに選んだドアを A、残りのドアを B、C とする。プレイヤーが初めのドアを選んだ時点で、それぞれのドアに景品がある確率と、モンティがそれぞれのドアを開ける確率を表にすると次のようになる。ここで、モンティが B のドアを開ける確率は全体の1、2であるが、これは A のドアに景品があって、モンティが B のドアを開ける確率1、6、B のドアに景品があって、モンティが B のドアを開ける確率0、C のドアに景品があって、モンティが B のドアを開ける確率1、3の合計である。表をよく見ればわかる通り、もしモンティが B のドアを開けたならば、A、プレイヤーが初めに選んだドアの後ろに景品がある確率に比べ、C の後ろに景品がある確率が2倍なのは明らかである。また、当たりのドアを選ぶ確率は1、3、外れのドアを選ぶ確率は2、3である。当たりを選んだとき、第2のドアで当たる確率は 0%、外れを選んだとき、第2のドアで当たる確率は 100% である。したがって、同様にして、この結果を次のように考えることができる。第2のドアに変えた場合、最初に当たりだと外れになり、逆に外れだと当たりになる。したがって、最初のドアで当たり、外れが起こっていたものが、第2のドアでは、外れ、当たりが起こることになる。すなわち、第2のドアでは、当たりと外れの確率が完全に逆転する。最初のドアでは、外れの方が多いので、当然、当たりの方が多くなる。第2のドアを選択すべきである。当たる確率は1、3から2、3へ増加し、1、3増えることになる。簡単なプログラムでシミュレーションを行い、答えを導くこともできる。このグラフでは、変更したドアに景品があった回数の累計が、変更しなかった場合の約2倍となっている。ルールを変更することで例題の理解を助けたり、統計論の別の課題を説明する試みが行われている。4、モンティは景品のあるドアを知っている。どちらを開けるかコイントスで決めるが、選んだドアが景品の場合はもう片方のドアに変更する。このルールは結局ドアの選び方に変化はないので、回答は開けるドアを変更するである。4、モンティは景品のあるドアを知らない。どちらを開けるかコイントスで決めるが、選んだドアが景品の場合は番組スタッフが中身を入れ替える。これは前のルールで最後にモンティがドアの選択を変更していたところをスタッフが代わりにやっているだけであり、回答は開けるドアを変更するである。このルールではドアを変更した方が良いことが直感的にわかる。残ったドアに景品が移動してくることはあっても出ていくことはないからである。数値で示すと、プレイヤーが最初から正解していた確率は1、3、モンティが正解して景品が移動した確率も1、3、二人とも外れであった確率も1、3である。景品は必ず最後の扉に移動するので、最後の扉に景品がある確率は2、3である。4、モンティはどちらを開けるか、コイントスで決め、中身に関わらず開ける。モンティが景品を出してしまった場合は、ゲーム終了と仮定して、モンティがヤギを出したら、プレイヤーはドアを変更すべきだろうか。この場合の正解はどっちを選んでも確率は1、2となり、変更してもしなくても良いのである。モンティが景品を出す確率は1、3、ヤギを出す確率は2、3である。景品を出したら、ゲームは終了するので、ヤギを出した場合の2、3の内訳を考えると、プレイヤーが選んだドアに景品がある確率1と、最後のドアにある確率1、3になる。この場合、プレイヤーもモンティも正解に関係なくドアを選ぶので、先に景品を入れる必要はなく、後から景品の位置をランダムに決めても結果は等価となる。3、モンティは景品のあるドアを知っている。コイントスでヤギのドアの片方を選び、プレイヤーの選択に関わらず開ける。モンティがプレイヤーの選んだドアを選んだ場合は、ゲーム終了と仮定して、モンティがヤギを出したら、プレイヤーはドアを変更すべきだろうか。この場合も変更ルール3同様、変更してもしなくても良いのである。3、モンティは景品のあるドアを知っている。最初にプレイヤーが景品のあるドアを選んだ時に限り、ドアを開ける。このように変更すると、モンティがドアを開けない場合がある。もし、偶然にもモンティがドアを開けたとすると、プレイヤーはドアを変更すべきだろうか。この場合は当然答えは、開ける、ドア変更しないである。このことから、モンティがドアを必ず開けるというルールは、非常に重要だということがわかる。5、モンティは、景品のあるドアを知っていて、プレイヤーが、景品のあるドアを選んだ時だけ、変更して良いという。5、モンティは、景品のあるドアを知っていて、プレイヤーが、ヤギのいるドアを選んだ時だけ、変更して良いという。プレイヤーとモンティの心理戦を想定した例題も試みられている。駆け引きの内容を数値化することで、統計論的に解を求めることができる。5、モンティは景品のあるドアを知っていて、プレイヤーが景品のあるドアを選んだときは 100% の確率で、ヤギのいるドアを選んだときは 50% の確率で、プレイヤーが選ばなかったヤギのいるドアを開けてみせ、変更して良いという。ナッシュ均衡による解では、変更した時に景品を得る確率は1、2となる。つまり、変更してもしなくても変わらない。元の例題では、ルール3と4が重要とされるのが一般的だが、実はもう一つ重要な前提がある。それは、プレイヤーが最初に当たりを選んだ場合に、モンティが残るドアのどちらを開けるかについて癖がない、ランダムに選ぶことだ。例えば、プレイヤーが最初に当たりのドア A を選んだ場合は、モンティは必ず B を開くという可能性があるとすれば、マリリンの回答は間違っているというのは、必ずしも間違いではない。ここで、癖がない、ランダムに選ぶことがいかに重要であるか、具体的に説明する。プレイヤーがドア A を選んだ場合に、モンティがドア B を選択する、選択して開ける確率を X とすると、ドア B が開いた、もちろん外れという条件の下で、ドア A が当たりである確率は、X、1X となる。もちろん、ドア C が当たりである確率は1、1X である。計算法、ドア B が開いたということは、プレイヤーがドア C を選択したか、ドア A を選択したということである。ドア C を選択した場合は必ず、確率1でドア B を開き、ドア A を選択した場合は、確率 X でドア B を開くのであるから、ドア B が開いたという条件で、ドア A が当たりである確率は、X を 1X で割れば求められる。よって、確率 X が0から1の間の数値を取るとすれば、ドア A が当たりである確率は0から1、2まで変化する。ドア C が当たりである確率は1から1、2まで変化する。ドア B、C をランダムに X イコール1、2の確率で選択した時に限って、ドア A が当たりの確率は1、3のまま、ドア C が当たりの確率は当初の1、3から2、3に上がるとなる。マリリンの答えは、この特殊な条件を想定したものである。確かに常識的仮定だが、数学的には当然視できるものではない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。